野生の呼び声、野生の呼び声、野生の呼び声、または、荒野の呼び声、荒野の呼び声は、アメリカ合衆国の作家ジャック・ロンドンによって1903年に書かれた中編小説である。飼い犬のバックがさらわれて反り犬になり、様々な体験を通じて野生を目覚めさせ、自然に帰るまでを描く。物語は19世紀末、クロンダイク地方のゴールドラッシュ、クロンダイクゴールドラッシュ時期のカナダユーコン準州での厳しい環境を背景としている。当時、丈夫な反り犬の需要は高く、作中の記述によると$100から$300程度で取引される犬もあった。飼い犬であったバックはカリフォルニア州ののどかな屋敷から誘拐され、反り犬として売られて過酷な運命にさらされる。本作品はバックがその環境変化の中で人間及び他の犬と関わり方を学び、極寒の自然の中で生き残る戦いを描いている。彼は本能に頼り、尊敬され、恐れられるリーダーとなる。最終的には、最後の飼い主が死亡した後に、彼は、上辺の文明を完全に捨てて、狼の群れに合流し、インディアンに幽霊犬と呼ばれ、恐れられる存在となった。ロンドンは、ユーコン準州でほぼ1年を過ごし、本作品の題材となる経験を得た。1903年7月にサタデーイブニングポストで、初めて発表され、同年8月にハードカバーで出版された。本作品はロンドンの最初の成功作であり、代表作として扱われる。日本での出版は、酒井俊彦による翻訳が最初であり、1917年、大正6年雑誌、中外に掲載、1919年、大正8年に書籍として刊行された。その後、複数の翻訳者による20点以上の訳書が出版されている。本作品の最初の映画化は1908年であり、その後何度も映像化されている。物語はカリフォルニア州、現在ではシリコンバレーの一部として知られるで幕を開ける。セントバーナードとスコットランド系牧羊犬の雑種であるバックは、ミラー判事の飼い犬として快適な生活を送っていた。登場時の体重は140ポンド、約63キログラム。しかしながら、バックは4歳のある日、庭師助手にさらわれ、売り払われてしまった。彼は、シアトルの犬販売業者、赤いセーターの男と出会った時、輸送中の虐待に対する怒りに任せて襲いかかるが、逆に棍棒で殴られ、棍棒を持つ人間には逆らわないことを学ぶ。バックは、シアトルで、2人組のフランス系カナダ人に買われ、カナダのユーコン準州クロンダイク地方に移動し、ソリ犬として働くようになる。その地でバックは、ソリのチームメイトの犬を観察し、寒い冬の夜と群れでの生き残り方を素早く学ぶ。性悪な先導犬、リード、ソリで先頭になる犬であるスピッツとバックは対立するが、最終的にバックがスピッツに戦い勝つ。この戦いで負けたことで、スピッツは、反り犬チームではないエスキモー犬の群れによって殺される。バックはスピッツに代わって先導犬となり、優れたリーダーシップを発揮するようになる。政府命令により、反り犬チームは、郵便で働くスコットランド系混血の男に引き渡されて、重い荷物を運ぶことになる。反り犬たちは、満足に休みを取れないまま郵便反りで酷使された。その結果、疲れて使い物にならないほど弱ったと判断された犬たちは売り払われることになった。バックたちのチームは、ハルの姉、マーシーディーズの夫、チャールズの3人組に売却された。この3人組は、北の荒野での経験が少なく、反りについても犬についても素人であり、多くの犬を死なせながら無謀な旅を行うことになる。三人組と反り犬たち一行は、旅の途中で、経験豊富なアウトドアマンであるジョン・ソーントンに出会う。ソーントンは、川の表情の反り道を通るのは、氷が溶けて危険であると警告する。しかし、三人組は、警告を拒絶して、犬たちに動き始めるように命令する。バックは、疲れており、氷が割れそうだと感じたこともあって、動けないふりをして、命令に従わなかった。怒ったハルがバックを棍棒で打ち捨てるのを見た、ソーントーンは、バックを助け三人組から引き離して保護した。その直後、川面反り道を進んだ三人組は、氷が割れて、犬ぞりと一緒に、川の中に消えてしまう。ソーントンはバックを健康になるまで世話をし、その後も愛情を持って彼を扱う。バックもそれに応じてソーントンを愛するようになり、ソーントンには献身的に振る舞うようになる。だが、ソリーヌの時に身につけたものは消え去ってはいなかった。その後、ソーントンと二人の仲間は、バックたち数匹の犬と金採掘の旅に出て、運よく金を見つけ出す。ソーントンたちがその地で金を採掘する間、バックは周囲の森に出歩くようになる。森の中で狼と出会って交流する中で、バックは野生への思いを強めるが、一方でキャンプ地に戻り、ソーントンと触れ合う愛情に駆られることもあった。ある日、バックが森の狩りから戻ると、キャンプ地でソーントン一行がインディアンの集団によって襲われており、犬たちやソーントンの仲間が殺されていた。バックは目につくインディアンを殺した後、姿が見えないソーントンも死んでいることを理解する。バックは、その後、狼の吠え声に引き寄せられ自然の中に戻り、狼の群れの先頭に立つようになる。物語の終わりでは、バックはインディアンに幽霊犬と恐れられる存在となった。ある狼、幽霊犬が、毎年夏になるとソーントンが死んだ谷に現れ、長い遠吠えを上げて去っていくが、そのことは人々には知られていない。サンフランシスコ生まれのジャック・ロンドンは、グラマースクール卒業後、各地を労働者として渡り歩き、再びカリフォルニア州に戻った。その後、カリフォルニア大学バークレー校で学ぶも1学期で中退する。1897年にクロンダイクゴールドラッシュに、湧くアラスカ州へ行き、カナダのドーソンシティなどに合計してほぼ1年間滞在する。しかしながら敗血病にかかったことでカリフォルニアへ戻ることになった。ロンドンが野生の呼び声の題材を見つけたのはアラスカであった。大 E は金採掘者たちがつく最初の拠点であったが、港の施設が十分でなかったため、すぐにスカグーウェイが到着点となった。クロンダイクはスカグーウェイから小江で到達するのだが、あまりに急勾配で馬にとって過酷であり、道に散らばる多くの馬の死体によってその峠はデッドホース峠として知られるようになっていた。馬の代わりに犬ぞりが峠を越え資材運搬に使われていた。クロンダイクゴールドラッシュの期間中、厚い毛皮を持つ丈夫な犬たちは需要が多いが少なく値段が高かった。ロンドンはドーソンシティやその近くの冬のキャンプで多くの犬、主要なソリ道沿いにいる優れたソリ犬を見たであろう。ロンドンはセントバーナードとスコットランド系コリーとの雑種の飼い主であると友人となった。後に彼への手紙の中で A、バックはドーソンのあなたの犬を元にしていますと認めていい。イエール大学のはロンドンが1897年にクロンダイクに滞在した時に撮られたボンド系の犬の写真を保管している。物語の冒頭でのカリフォルニアのの描写は、ボンド家の邸宅に基づいている。ロンドンはカリフォルニアに戻ったが、仕事を見つけることができず、牧草狩りのような雑務に従事していた。彼は、アラスカでの冒険についての物語を提案して、出版社に、紹介の手紙を出したが、アラスカへの関心は驚くほど静まってきていると、編集者は述べ、その提案は断られた。ロンドンは1899年頃から職業作家としての活動を開始し、1900年には諸女短編集を出版、1902年には英国首都ロンドンのイーストエンドに取材に行くなどしていた。この時の取材がルポルタージュ、どん底の人々につながる。ロンドンは、ディアブロ、ある犬という題名の飼い主を殺してしまう、ベターという犬の短編小説を書き、コスモポリタン1902年6月号に発表した。ロンドンの伝記作家は、ベターの中での犬に対する邪悪な性格付けから、その生物種の名誉回復させるために、野生の呼び声を書き始めたと述べている。ロンドンは短編小説になることを予想していたのだが、次のように説明している。私は、それを別の犬の話、ベターとタイになるようにするつもりだった。でも、それは、私の手を離れて、私がそれに結末をつけることができる前に、4005では、約32005まで伸びていった。野生の呼び声は、パルプマガジン市場向けの、ゴールドラッシュ開拓物語として書かれ、最初は、サタデーイブニングポストに4分割して発表された。同誌は、本作品を1903年に$750で買い取った。同年、ロンドンは、全権利を書籍形式で発刊するに$2000で売った。着色画で飾られた初版は1903年8月に出版され$1.50で販売された。野生の呼び声は出版された時から非常に人気があった。は、ロンドンの物語について彼の時代のいかなる流行作家も野生の呼び声で見られる以上の良い書き方はしなかったと書いている。1903年にニューヨークタイムズのある評論家は、もしロンドン誌の本が人気にならないのならば、すべての人に明らかに備わっている刀剣への愛を満足させるような完全な法で、そうさせるべきであると書いている。の評論家は、学問好きが手にするような本ではないが、ある種の英雄であるバックが作り達成したのものは、見事な物語というものでは、全くないが、非常に、力強い物語であると書いた。野生の呼び声が出版されると、初版1万部は即日完売した。未だにアメリカ人作家によって書かれた最もよく知られている小説の一つである。ロンドンの最初の成功となり、それにより彼は生涯を通して持ち続けるリーダーシップを得た。この作品によってロンドンの作家としての成功と、アメリカ文壇における彼の作品の重要性が確立した。出版以来、本作品はアメリカ国内で絶版となったことはなく、読まれ、学校で教え続けられている。2011年までに多くの言語に翻訳され、47言語で出版されている。成功を収めた後の1904年に、ロンドンはマクミラン出版に次の本、白牙を提案する手紙で、バックと逆の過程で野生から飼いならされる犬について執筆したいと書いている。経過を逆にして文明を離れて野生化させる代わりに犬を進歩させて文明化させようとしていると編集者に対して書いた。D.W. グリフィスにより野生の呼び声は1908年に最初に映画化された。2度目のサイレント映画は1923年である。1935年の映画では、主演に、クラーク・ゲーブル、ジョン・ソーントン役とロレッタ・ヤングが起用され、この原作では、最初のトーキーであった。1972年版は、ジョン・ソーントン役として、チャールトン・ヘストンを配し、フィンランドで撮影された。野生の呼び声は、動物を擬人化して、人間の特徴を持たせた動物フィクションである。ロンドンは刊行された時に犬に不自然な感情を持たせたであると非難されるほど作中でバックに人間の思考と洞察力を持たせた。同時代人であるフランク・ノリスやセオドア・ドライサーと共にロンドンはエミール・ゾラのようなヨーロッパの小説家の遺伝と環境の対立探るといった主題がある自然主義文学に影響を受けていた。研究者リチャード・レイハンによればロンドンが採用したジャンルは文学に新しい活力を与えたとしている。この物語は神話的ヒーローが自然に戻るというアメリカパストラル、田園文学主義、アメリカ文学で一般的なテーマの一例でもある。リップ・バン・ウィンクルやハックルベリー・フィンといったアメリカ文学の他の登場人物と同じように、バックは工業化と社会的慣習に逆らい、自然への回帰を見せる反応を象徴している。ロンドンは物語の中で単純で明らかかつ強力にモチーフを提示し、そのモチーフは後の20世紀アメリカ小説の中でウィリアム・フォークナーとアーネスト・ヘミングウェイが繰り返すモチーとなった。ドクトローはそれは熱烈にアメリカ人であることだと述べている。アメリカ文学者ドナルド・ピッツァーによれば、この物語の普及の魅力は、偶像、例え話、偶話の組み合わせであるという。この物語は、動物が真実を話す古くからのイソップ物語のような動物寓話の要素、あるいは、獣がウィットを洞察力の代わりにする伝統的な獣の寓話の要素が組み込まれている。ロンドンは動物寓話と例え話を組み合わせて、その数年前に書かれているラドヤード・キップリングのジャングルブック及び20世紀初頭の他の人気動物小説に影響を受けている。ロンドンは野生の呼び声の中でそれらの物語に足りない意義を加え強調している。伝記作家レーバーによれば、ロンドンは作家としては形式を手抜きする傾向があり、野生の呼び声も白牙も従来の小説ではない。物語は英雄話の原型に従っている。主人公であるバックは各地を移動しながら変わっていき、伝説の存在となる。レーバーによれば、物語ははっきりと4部に分かれている。最初の部分ではバックは生きるための暴力と戦いを経験し、第2部では彼自身が群れのリーダーであると立証し、第3部は象徴的かつほぼ文字通りに彼のもとに死をもたらし、最終第4部で生まれ変わる。本書の主なテーマは生存と野生への復帰である。ピッツァーは、テーマは寓話的で明らかな強くあるもの。賢くあるものそして狡猾であるものが勝利する、人生が非道である場合にはであると書いている。愛と忠誠心を捧げたソーントンが死ぬまではバックが野生に帰ることを拒絶していたことを示すことで、愛と贖罪についてのキリスト教的テーマもまた明らかであると、ピッツァーは触れている。自分の犬の保有権について争議まで起こしたロンドンは、信頼と愛が犬。特に私益権とその飼い主の忠誠心を作ることを知っていた。E.L. ドクトローは、バンの野生の呼び声に序文を書いているが、その中でテーマは、ダーウィン流の適者生存に基づいていると述べている。ロンドンはバックを人間、他の犬、環境、それらは全てがバックにとって挑み、征服し、生き残る必要がある、との対立の中に置いている。飼い犬であったバックは、生き残るために先祖の能力を取り戻す必要があり、野生に戻るには野生的であることを学ばなければならなかった。バックは棍棒と牙が矛である世界でそれを学んだ。そこは群れの掟が矛であり、気立ての良い犬は殺されてしまうだろう場所である。つまり、どのような手段でも生き残ることが最高命題である。ピッツァーによればロンドンはまた、生まれと育ちの対比の問題を探っている。バックはペットとして育ったが、本性としては一匹の狼であった。環境の変化に合わせて生き残って戦い、群れのリーダーとなるために、バックは野生や強さを目覚めさせた。さらにピッツァーは、本書は過酷な環境に向き合っている時は特に人の本質について、強さが支配的になり、野生に戻るというテーマをアピールしていると述べている。上辺の文明は薄く壊れやすく、本作品において人間性の本質と野生への戻りやすさの残虐性をロンドンがあらわにしているとドクトローは書いている。ロンドンのマルクス主義への関心が人間性が物質主義によって動機づけされるというサブテーマで明らかにされ、ニーチェの哲学への関心がバックの性格づけによって示されている。ロンドンはバックの性格づけにおいてある、種のニーチェの概念による超人、この場合、生きながら伝説となった犬を作り出した。バックが次第に文明から離れていく、本作品は登場人物が学び成長するといった教養小説の風刺であるとドクトローは見ている。過酷な環境に弱い人間とは違って、厳しい極寒の環境に、独特な対応し成功した社会構造を持っている狼の群れに合流するにはバックは準備を整えなければならなかった。本作品は1902年に刊行されたの中野による先祖返りという名の詩の開始4行の村字から始まる。そのスタンザは本作品の主要なモチーフの一つの輪郭を表現し、太陽輝くで育ったバックは生まれつきの本能と性質に戻っていく。ロンドンが用いている異なる局面で変わっていく、象徴と比喩表現を通して、テーマが移り変わっていくとレーバーは述べている。連れ去られて新たな自分自身を作り始める最初の局面での比喩と象徴は、痛みと血の強いイメージを伴う物理的暴力を示している。第2の局面では、疲労が支配的なイメージになり、バックの身近に死が描かれ、彼にとっても無縁ではないことが描かれる。第3の局面では、再生と生まれ変わりの時期を示して、春に舞台を移す。最終部分では、野生への復帰を象徴する広い範囲での伝説が語られる。設定は象徴的である冒頭のカリフォルニア、南は穏やかで物質文明的な世界を表し、主な舞台、北は文明から外れた世界を象徴して厳しい競争にさらされる世界である。ロンドンが学び、バックの物語が示すように、アラスカでの厳しさ、無慈悲さ、及び空虚さは命を縮めるように作用する。権力と支配権を握ろうとするスピッツ犬をバックは打ち負かす。バックが春たち三人組に売られた時、彼は汚れているキャンプで自分自身を見つける。彼らは犬の扱い方も知らない自然を撹乱する侵入者である。それに対して自然と共に生きていると表現されキャンプを清潔に保つバックの次の主人であるジョン・ソーントンと彼の二人の仲間は動物を丁寧に扱い、自然の中での人間の品位を示している。ソーントンとその仲間はバックと違って戦いに敗れるが、ソートンの死まではバックは完全には原始状態の野生に戻ることはなかった。登場人物たちもまた象徴的な形式である。ソーントンと彼の仲間は忠誠心、純粋さと愛を表現する一方で、春たち三人組は虚栄心と無知を象徴している。比喩的描写の多くは、寒さ、雪、氷、闇などを強調する、飾り気のない単純なものである。ロンドンは、作中の動きに対応して、文章のスタイルを変化させている。春たち三人組の記述については、彼らが荒野への侵入者であることに対応させて、大げさなスタイルで書いている。逆に、バックと彼の行動を説明するときには、ヘミングウェイの文章スタイルの素となるような、切り詰めた単純な文章スタイルで書いている。物語は、フロンティア冒険譚として、エピソードが整理されたとき系列的で筋がよく通るような手法で書かれている。その書き方は、当時人気があった雑誌冒険記事のスタイルを具体化したものである。ドクトローは、語りかけるような物語で、その結果、我々に満足をもたらすと述べている。特記事項を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。